トゥナイトファイブ。はい、始まりました。トゥナイトファイブ火曜日担当先駆けバーバリアンです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。おはようございます。はい、お願いしますね。はい、はい、というわけでですね、何でしょうか。761@fmkota.jp でございます。そうなんですね、メールを募集しております。さあ、誰だこれは。ありがとう。あ、茶壇高校のだ。茶壇高校の人ね、覚えてるよ。いきなり新規参入。あ、どうも、覚えてますよ。覚えてますよ、はい、久しぶり久しぶり、久しぶり。はい、リオ先輩です。はい、リオ先輩ですよ。え、茶壇高校じゃないえ、ラジオ頭いい。今ラジオでね、うん、めっちゃ入ってきた。えん、そうそう、茶壇高校のだよ。はい、すごい鬼絡みしてくるタイプの女の子たちが。リオ先輩、リオ先輩、こんにちは。みんな美人でね、お綺麗で。はい、何でしょうか。酔っ払ってますね、これね、完全に。はい、白がすごく似合う女性が ね、酔っ払っておりますけど。酔っ払って、11時をお知らせしますって、はいはい、ね。あ、いえいえ、とんでもないですよ。またね、ゆっくり飲み直してきてくださいね。バイバイ。はい、ありがとうございます。はい、というわけですね、ありがとう。今ね、FM 講座の前でね、ガラス越しに女の子たちがね、あ、見たことあるよみたいなことがありましたけども。そうですね、ファンではなかったんですね。さっと帰られましたけども。さっと帰られましたけどもね。めっちゃいろいろ今ニュースを見てるんですけどね。はい、何でしょうか。ですね、これ恐ろしいニュースが本当多発してますね。まあ、世の中そういうね、まあ、どうしますか。風潮がありますから。ニュースと話題、芸能、スポーツ、何が好きですか、まず。いや、芸能じゃない。芸能ニュース。芸能でしょ。芸能ニュースいっちゃいますか。俺まだ超えてきてないから、木村カエラとエイタの結婚は。まだ抜いてないから。あれを抜くニュースないから俺の。マジか、木村カエラ、エイタ結婚以外は。なるほどね、抜いたことない。もう最後が離婚しようがどうでもよかった。いいでしょ、そこは、そこはいいでしょ。あー、いいですか、じゃあ、はいはいはい、リブ・タイラーが第三の子を出産。誰かそれ。呼んでこい、リブ・タイラー。リブ・タイラーはあれよ、誰か。スティーブン・タイラーの、あの娘よ。スティーブン・タイラー、ギリバーよ。スティーブン、あのね、アルマゲドン歌ってるね。あーね、ドマナクローズマイの娘よ、リブ・タイラー。リブ・タイラー知らん。顔面が出てこないの。リブタイラー知らない。俺も一応リブタイラーあんま知らないですけど。あんま知らんだろ。でもリブタイラーのためだけに作ったこのスティーブン・タイラーの歌があるんですよ。え、嘘。うん、マジ俺知ってる、それ。これ多分聞いたことある。 I remember you baby。 あ、違う、これオールウェイズだ。オールウェイズ。これ誕生日違いましたね、これ。いや、ボンジョビ歌いましたね、俺。ごめん。余裕で間違えたさ。今余裕で間違えた。洋楽。しかも洋楽。あ、そうですね、洋楽って。何の話してんだろう。いやいやいや、今のあれですよ。おお、あの、今のただの放送事故でございますから。リブタイラーは知らんな。なんかない、他の。うん、要チェックしとけみたいな。あ、チェケ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 なみたいな。芸能ニュースですか。そんなにないですね。ないでしょうね、うんうんうん、あんまり。なんでしょう、最近の。あれですよ、モームス、モーニング娘。好きでした。ちょっとモームスの話しません。あー、どうし、世代って世代さ。そうですよ、モームスのね、あの新垣梨沙さんが、11日に結婚したそうです。そうなんだ。知ってますか、新垣梨沙。新垣って知ってるよ、あの顔がなんかちょっと小顔でね、あの青春系の顔してる。そう知ってる、知ってる。いつまで見てた。てか、お前何ファンだった、誰ファンだった。俺、あれだった。言った、僕たちね、ずっとモーニング娘。世代だったんですよ。うん、あのサマーガレーゲーボーとかも、サマーガレーゲーボー、このあのカップリングみたいなのまで知ってますからね。急にあなた海まで走り出すかなだろ、サマーガレーゲーボーあったな、っていうのとかありました。そんなあった。俺ね、本当にこれ小学校の時だったんですけど、この大ブームが起きた時、あのラブマシーンからのもう、あのザ・ピースまでのこの連チャンみたいな、はいはい、笑っちゃおう、ヒヒーとかみんなで、愛しちゃおう、ヒヒー、もうエナジーで、みたいな、なんかそういうのを毎日聞いてたんですよ。だってね、あのモーニング娘。知ってないと女子に嫌われてましたからね、僕たち世代は。だったよな、やばかった。ミニモニとかやばかったのに。ミニモニジャイケンピョン半端なかったよな。練習してよ、俺。おう、緑の野菜、女子に嫌われたくなかったから。なあ、緑の野菜を食べるだピョンしてましたよね。もうパッパッパッパ踊ろうさまが、パッ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 ピョン、めっちゃやってました。あれダンス覚えたら女子に好かれるわよ。好かれんかったぜ。そう。俺覚えてたけど。俺がっつり覚えてたけど。でもなんかね、あれですよ、モーニング娘。
え、誰ファンでした？俺、あの、矢口真理。あー、矢口ちゃんね。矢口真理好きだった。あー、矢口真理、いや、いいっすね。ちなみに、あの、なったっけ、矢口真理で、お兄ちゃんがあれ好きだった、あの、今野だった、今野あさみみたいな。いたよ、アナウンサーに、アナウンサーに行こうしたやつ。そう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 、今野ちゃんも可愛いっすよね。好きだったな。なるほど。いや、で俺辻のぞみちゃんだったんですよ。辻ちゃんかごちゃんがもうたまらなく好きで、タバコぶちかましたの誰？がかごちゃんでございます。かごちゃんか。かごちゃんで一回ね、これ俺の辛い話なんですけど、はいはい、モーニング娘。にまつわる辛い話っていうか、うん、あのモーニング娘。が大流行したんですよ。はい、いや、しましたよ、それ当時。大流行して僕小4だったんですけど、はいはい、小4の時に初めてね、このなんか女の子っていうか、うん、女の子っていうものを意識し始めて、はいはい、あのそれでなんかあれだったんですよね、小4の時に、うん、男子だけで遊ぶと思ってたんですよ僕は。まあまあまあ、だけどで小4から上がって女子と遊ぶっていう能力があるっていうことを、うん、人間には女性と遊ぶ能力があるんだよっていうことに初めて気づいたわけ、うん、もったいないですよね。もったいないって言って、なんか小4の時になんかグループでなんか遊びに行くみたいな、美浜に、うん、遊びに行く時にその口実がね、言ったら単純に遊びたいだけなんだけど、はい、みんな口実が何ですか、モーニング娘。の、生プロマイドを欲しいと、生写真、はいはい、あったら、ドラパレだろ、ドラパレに、ドラパレに生写真売ってるから、それをみんなで買いに行こうってのことで、うん、それで買いに行ってたんですよね。で買いに行くってなった時に、ちょっとね、ちょっと興味がある女の子がいて、はいはい、俺それの時にその女の子がめっちゃこのモームス好きなんですよ。かなえ、誰？うん、かなえちゃんじゃない、あれ野崎舞。あ、野田舞。野田舞、野田舞。でしょ、よかったよね。めっちゃ懐かしいでしょ。懐かしい。で その子がめっちゃモーニング娘。好きで、もうやばい、私一応お金入ったからみたいな、なんだ、まあ、小遣いな、お小遣いが入ったから、うん、もう今日本当に生写真番内会みたいな、はい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 、別に欲しくないのに、あ、マジでって言ってから、俺ちょっと疲れたかったから俺も番内買うよみたいな話とかしてたんですよ。でしてて、で最初ね、うん、この野田舞か、野田舞のお母さんの車でこの美浜まで行ったんですよ、うん、はいはい、美浜まで行って、その時はみんなで乗ってわきあいあいとしながら、でドラパレでいろんなゲームあるじゃないですか。あったね、卓球とかやったりとかして、うん、で僕卓球やってる時にみんながいなくなったりとかするんですよ。え、あ、おかしいなと思いながら、いなくなって、でプロマイド買ったりとかしても、なんか一人でね、見てる時に周りはなんかグループで見てるんですよ、うん、はいはい、あらおかしいな、おかしいな、ちょっとおかしいな、ちょっとおかしいなと思って、ご飯食べに行こうぜって言ってから、花丸うどんを100円だったから、はいはい、花丸うどんをいただいて、食べ終わった後に何するかってなった時に、うん、ごめん俺ちょっとトイレ行ってくるって言ってから、トイレ行ったんですよ。あ、お前が、うん、そしたらグループ失踪してるんですよ俺え、ちょ、もう本当に薄々気づいてはいたんだけど、俺なんか知らんけど巻かれてるなと思った時に、うん、あ、なるほどね、そうかわいそうだな、でしょでしょ、小4の時にですよ。 やられたなお前。でその時に、うん、でなんか俺電話する携帯とかもない時代ですよ。誰に電話しればいいかも分からないし、いないんだもん、どこにいるばみたいなのもないし、うん、散々探したわけ、2時間ぐらい、うん、でいなくて、で次の日学校さ、ね、うん、で俺も泣きながら一旦お母さんに連絡してごめん巻かれたっつってみんなに巻かれたって、うん、モーニング娘。のこの下敷きとか生写真を買いに美浜に行ってきて、朝ねお母さんに行ってきますとか言って、あんたまたアイドルのとかいらないのにみたいなこと言って、その時にお母さんの言葉を思っとけば俺巻かれることはなかったのに、めっちゃウキウキで言ってさ、女の子と遊ぶっていう能力を得てで美浜のドラゴンパレスで卓球とかやってから、わきあいあいとしてたところ、俺はいつの間にか巻かれてたばって、ちょっと嫌われてるやしお前、俺かネジ嫌われてるしと思って、ちょっと嫌われてる、なんやんばこれってなって、かわいそうすぎる。モーニング娘。のちょっと悲しい話で、いや思い出した、次の日学校で、リオ大丈夫だったみたいな、逆によ、うわうざ、うわうぜ、なんか途中でいなくなったからさみたいな、やったいや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 、やったが、言うたやん言うたやんお前なんか悪いんじゃないのかこれっていうね、巻いたくせに、そう野田舞やるな、いや野田舞が巻いたわけじゃないわけ、多分だけど、うん、俺は男のこの一番いらない存在だったわけ。誰がいたか男言ってみ、もう個人名出していきますよ、出せ平拓人、なこゆうすけ、ガキエラスミ野田舞です。拓人だよ、拓人だよな、絶対拓人だよ、絶対拓人だよ、こんなのやるの、もういるんですよ、こういうことやりそうなやつが、いたんすよねっていう、拓人だなこれっていうね、本当にゴリラみたいな、ゴリラみたいなやつが、めちゃ
めっちゃモテたんですよ。あの、モテてたね。小学校の時ってなんかさ、あの洋服とか洋服をシャツつけてるやつってモテてるの、とりあえず。モテたか？トレーナーだろ。いや、トレーナーは冬さ。冬はトレーナーさ。だけど夏に半袖のシャツとか小学生絶対着ないでしょ。T シャツ。じゃあ T シャツでしょ。基本 T シャツ。もう意味がわからない。3円よ、ロゴの3円のあの、うん、アニバーサリーって書いてある。分からんけど、なんか分からんけど、なんかそういう系のね、メイクミーハッピーとか書いてますなんかな、あの、うん、今でいう多分ユニクロとかの一番前のやつとかが入ってるのがみんな小学生でしょ。入ってただけどあの男は黙ってアビレックス、いやないわって。いやいや、その時ないわ。中学校で流行った中学校で、あ、高1だったんですよね。高1で流行る人は流行る、みんな買った1回は。でそれで、で俺あのこの女の子を、うん、がちょっと苦手になったの。うわ、もう巻かれたらそりゃそうだよな。だよな、ガキやなつみとね、のたまえに。いやいや、もうほんと悲しかったぜ。悲しいよ、だってめちゃくちゃ悲しかったぜ。こんなのしたら俺学校行きたくないもん、次の日。行きたくないよな、マジで。いや、俺は行くからね。ど根性だな、や俺は行くからね。でもで、だけどここはあれ何、うん、普通に、いや途中でいなくなるからさみたいな、もう悲しいけど、うん、本当に殴りたい気持ちもあるんだけど、俺はまだそこでも嫌われたくないっていうのがあって、うん、なんか昔から弱い生き物なんだなっていう。別に大丈夫だったよみたいな、うん、そう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 、お母さんが迎えに来たからさみたいな話とかして。悲しいっすよね。悲しいな、めっちゃ悲しい。何でもやるやし、小学生マジ何でもやりますよね。全然分かったよ、心とか。これなんでなんすか、これ。いや、でもいるんすよ、本当にモンスターが。いるいる。これ新規と話したんだよな、この前。あ、マジで。お前がラジオいない時に、あのびっくりする光景があったらしくて、はいはい、あの新規があの美浜の一人でね、この砂辺のところでタバコを捨てると。ほうほうあのかけつもりにですよ、おお、何があったってそれで並べたんだけど、そこで衝撃的なことがあって、あの自転車を飛ばしてる、うん、自転車で走ってを漕いでる小学生の後ろに、あの2人で走ってる小学生がいるって、はい、これってわかります？うん、わかるよ。これなんでケタケタ笑ってるんだって、うん、これって何が楽しいかって話でさ。そうだよな。これってあのお山の大将と子分ばよ。そうだよな。もう小学生の段階で、うん、そういうことが起きてるんですよ、実際に。それに気づけてない大人がいるんですよね。なるほどな。まあまあ、でもそういうね、ちっちゃいなんていうの、うん、あのコミュニティなんていうか、うん、あのまあ、ここだけのトップみたいので、うん、そう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 、君臨したい。でもそれってそうじゃないですか。だから実際ね、この小学校の時からなんかめっちゃ何スターだった人が、いつのずっとスターであるわけでもないし、はいはい、で自分の生き方が途中で変わっていくようなものじゃないですか、うん、だけどそのちっちゃい段階でこの性格が植え付けられるっていうかね、うんうん、言ったら俺はこういうやつなんだ、そう、俺は2番目なんだとか、俺はみんなよく目立ちたくないって言ったら、そのせっかくある才能が潰れてしまうと、はいはい、そこは大人を目つぶったらダメですよ。まあね、人格否定とかするからね。そう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 、やっぱ小学生同士本当にね、お前はクソだからとか言う。だから俺はもう巻かれてますからね。巻かれてます、あなたはもうでもこんなにね、明るく元気に育つようになりますからね。だからね、頑張っていただきたいというか。いや本当にね。いやでもそのなんていうの、お山大将の光景というか、うん、チャリねあって後ろから二人がついてくるみたいな、うんうん、最近那覇で見た光景が、なんていうかな、ね、国際の裏の方で、うん、オムライス食ったから、うまいオムライス屋さんがあって、うん、なんか中にあれだ、チキンライス入ってるの、上だね、うん、美味しいっすね、締めのオムライス。そうそう、あの外で食ってたわけ、うん、でそしたらなんていうか、原付きベーっつって、うん、女の人が喋ってるから、で結構聞こえてきて声が、うん、でゲーって何みたいな感じ で後ろ見たら、うん、男がチャリバーよ。わわわわわ、どういう光景ばっかもうこれは上下関係じゃないですか。女の子ベーって男、うん、全速で行くわよもう、うん、現茶で。ああなるほどね。鍋しようぜみたいなで男に夢中なんですよ、多分その後巻かれてます。女に夢中でもなるほどね、チャリで追っかけてるから。あーはい、これ巻かれてます、ね、巻かれてるから完全に、これ巻かれてますね、最後に。そんなのも美浜で巻かれてます。結構大人になってもこういう状況関係やっぱありますから、ね、それは多分中学校の頃に、あ、小学校の頃に追いかけてる側のやつですよね。そうそう、で原付が女王様で、そう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 、こいつはもう今言ったスタッパ側というか、そう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 、いや嫌な光景です ね本当に巻かれたくない、本当に絶対ね、悲しかったっていう、もう悲しかったことあります、そういう幼少期の。俺ランドセルちぎられたの悲しかったですから一番俺お下がりで、うん、お下がり新品か、新品1年の時買ってもらった新品、うん、で3年生でおばあが亡くなったのよ、俺は買ってもらったおばあが、う
でもこれは一生元と、俺は中3まで、そっか、もう行ったら片身みたいなもんですからね、つけ続けようと、うん、行って小6にあの、うん、中本瑞希に、うん、この半分からちぎられてランドセル、どういう意味、ピューンピューンってあんな切れるわけ、ハサミとかじゃなくて、じゃあちょっとやっぱ6年使ってるから、あちょっとあれ、そっか、劣化してきてね、それゲムってやられて、うんうん、パツンよ、さすがに女だけど俺はもう切れたね、かなり、いやー死なすよってその時の名言ですからね、やめんなよと、うん、女だから何もしないと思ってんのか、うんうん、追い込むよと、いろいろと、あでもしっかりしっかりね、その時から言えるんだ、言えてた、俺は、あ偉いですよ、これは違うと思った、ひどいした、おばあの第一に並んどしてるのを着るなんて、うん、やる人間かなと思った、ね、本当にこいつは人間かなと思った、こんなことできるとは、あーもうマクドと一緒だよこれ、じゃあいやもう巻くのよがきついですよね、きついだろ、いや片身って分かっていたら、でもねそっちはそうも思ってないですよね、うん、でも切ってやろうとか、なんかお前カバン持たんだみたいな、うん、入ったさ小5くらいからランドセルでリュックアウトドアのリュックにするみたいな、そうですよね、これにしないともダサいみたいな、いや俺らがランドセル好きだからと、うん、これに全部行って持って帰るみたいな、なるほど、もう帰れいい加減みたいな、ダサいわよ、あいいよいいよってやったらもう放課後バツン、うわ最悪だろ、でもこれもね多分ヨギ君のこと好きだったんですよその子、いやむしろちょっとね好かれたいというか、うん、興味、そうなんですよね、あわーこれ言いたかった、そういえば何ですか、小学生のね、うん、この求愛行動って言いますか、うん、何ですか、好きですよアピール の、うん、間違ってるところ、はい、これもう俺根本的に押した方がいいと思うんですよ、何でしょう、なんかね文句言い合えるやつらが本当に好き同士みたいなのあったの覚えてます、あったの覚えてる覚えてる、やんだやーって言ってからなんか、うん、こんな樹脂とか普通に女の子を殴れる男子が女の子好きばって、うん、いやこんなバカな世界あるかと思ってるから頭おかしいよね、これ頭おかしいと思う、優しい人が絶対にいいから、こんなんモテるわけないやし、でも小学校はお互いにじゃないですか、なんかは結局話なんか合うからいいよねとかなる、ね、みたいな、なるかやなるかやバカやんね、会おっかやっぱなんかほらねえみたいな、こんな人やったりするのが一番居心地いいかなと、居心地よくないよ、ね、いや DV されるよ、 DV されるよ、本当に本当に危ないこんなの限ってやるから、そうですよ、ジシジシ言ってるのが延長戦でバゴン行くから、ね、そうで本当にこれもでもギャップなんですよね、うん、多分メールでは優しいみたいなのなのかな、なんかそれ、いや分かんないですけど、やんなずっと優しくいれなずっと優しくいれ、メールでもや会っても優しくいって、俺は常に優しいよ、いや俺もよ愛する愛する愛するもの愛するものヨギ、でもなんかダメだよ、そうゴーヤーさんがね、ツイキャスも拾って喋ってあごめんごめんデージ忘れてたデージごめん全部読んでいきましょうね、一回下からね、はいはい、ツイキャスの皆さん、あ改めまして、はい、先駆けバーバリアンです、あよろしくお願いします、あの76チャットマーク、はいはい、fmkosa.jp でございます、皆さん、はい、メールよろしくお願いしま す、ね、あのコータ君こんばんはということで、はい、ね酔っ払い絡んできたんです最初に、ええ、あでいろいろありまして7人祭り懐かしい、あ朝間がレゲエボーナスだもうもうむすかサマラレゲンボーのでミカちゃんも久々と、はい、ありがとうございますね、男は黙ってアビレックス、 T シャツの下はインナーつける、俺つけるんすよ、あガリだから、ガリは必需品、そうなんだ、これなんでば暑くてもうるすます暑いけど中につける、汗かいてもいいわ、やっぱ気ぶくれ、指じゃん、なるほどね、1ミリでもいいわ気ぶくれって、ガタくなりたいわけ、いや夜中胸のペッタあってるし、うん、あの胸筋がないと、うん、これを嫌だから、うん、太郎ちゃんとかあのよもぎの太郎ちゃん、うん、で、野原猫のかけらキャット上原っていうもう俺も合わせてガリ4人衆が共通するワードもある、うん、ああ着るよねっていう、ああ中中を着ないと、いや全然着ないな、つけれないっていうね、あそうなんだ、そうなんですよ、これはつけますよ、はいはい、ガリはネアで、あとあいっぱい洋服のこと、私服の T シャツでナイキとかアンダーアーマーとかスポーツメーカーつけるのはありなしと、トムのジェリーの T シャツつけてる、俺は違いますよ、あのチキチキレースのやつです、あの分かりますか、チキチキレースっていう、チャンピオン、チャンピオンのね、チャンピオンが出してるやつでございます、ミカ、うん、さん、自分は小学校の時に同じ男子にめちゃくちゃ蹴られてました、中学校の時も違う子にめっちゃ蹴られてました、今思うと痛かったです、それいじめられてるんです、これも求愛ですよね、求愛だよね、ミカちゃんのことめっちゃ好きだったんで、めっちゃ好きなんで、だけどそれしかないから、だからでもそんな男はもうクソですよ、ダメ、いや面白い話できんばよ、面白い話できんばよ、そうそう、やっぱ体育会系の男子がやりがち、やりがち、ほんとバスケ部とかに、いや俺だよ俺薄まさ体育会やけどじゃあほんと違った人だよな、ほんと違った人がやるよ俺は、まあまあそういうね求愛行動ありますからね本当に今日も、はい、ということで、はい、まあまあ YouTube 見てみて、沖縄の小学生がバイクに乗ってる大学生に向かって文句チャイしてドリンクホルダーのドリンクを叩きつけて蹴りよる、うん、
最近の小学生やばいって。なるほどね。何もしないと思ったらね、お間違いですからね。いや、毎朝叱り方ですよね。そうだな、うん、俺らかなり言ってたけどな。お前かなり言ってたでしょ。かなり言ってた。俺はもう優しさのもうほんと仏のリオちゃんは本当にそろそろ拝む人出てくるんじゃないですかね。出るか。宗教かお前だけ。これしないのこれなんかちっちゃい子に言うのいいさ。じゃあじゃあちっちゃい子じゃないわけよ、うん、これをあえて6年生にするわけよ。なんでこれしてんの、おかしいでしょーってダメよーって言ったらって言ったらあっちが笑って、うん、あのその場が収まるんですよ。なるほどね、うん、で本当にやんなよって怒られてからまた誰かにするっていう再発はあるんですけど、うん、その場が綺麗に終わる。あ、この人いい先生だったんだなっていうことを後から気づいてもらえればいいと。なるほどね。仏のりゅうちゃんはそう出ましたよ。俺も一撃で締めてたよ俺、うん、やんな。あ、出るか最悪ですよね、うん、出るか、授業出るか。あれだ、そうだな、プールの授業だね。プールの授業だから、だからプールのあれですからね、うん、ここから出ることが一番、ピーみたいな、ビートボン、投げんな、あ、いい、投げんなよ、うん、投げんなってば、出るか怖っ、怖っ。いや、もう3回目よ、これは要は、うん、出るかっていうのは、うん。あ、でも1回だけ怒ったことがあって。怒らんと。1回だけ、じゃあちゃんとあれですよ、うん、怒るとか言ったら俺なんかあれじゃないですか、一番先生に近い、あ、一番なんていう、友達に近い先生じゃないですか。なんかそれ言ったらそうだけど、だからなんか怒り方っていうか、1回ね、うん、このブルガリに来てた時にこの夏休み開放日で、あ、あったね、それ。そうそうそう、それであのみんな水鉄砲持ってきてたんですよ。はいはい、はい、水鉄砲持ってきてたから、で水鉄砲をあのりゅう先生持っててって一人が言ってきたわけ、うん、で上等水鉄砲で持っててって言ってから行って、はい、である日持ってたんですよね。その貸してくれた子はまたどっかで飛び込みに行ったりとかして、うん、でもう一人の男の子が先生かっこいいね、その水鉄砲貸してって言って、出てくる、あれ友達かって言ってから、うん、友達友達って言って、うん、半信半疑だけど渡したわけさ、出て渡してから、でそしたらあの先生取りに来たよって言って、うん、あ、なんか友達が借りに行ったよって言って、うん、で友達がまた来よったわけ、うん、先生折れたって言ってから、はい、でもう鉢あったばってやばでやばいって言ってから、で折れたわけって言って、でも俺がやってないよって言ったわけ。いや、おかしいよお前あ、もうかわいそうだしこっちかみたいな、こっちの先生に持ってってって言って、うん、お前喜ん、今日使うってために勝ってるかもしれないのに、うん、今日使うってために勝ってるかもしれないのに、お前が折ったと。俺はもう確実にそうだよな、確実に俺はあの先生はあなたを疑ってますっていうことを伝えて、うん、でもう折ったのになんか知らんけど折れてたとか、うん、もうやめて違うよと、もう確実に言ったらもう触った段階であなたにあれがありますから、うん、もうそういう権があります。そうあなたが悪いですと。で多分それをちゃんとこれ追ってないんだけどって一回自分から逃げたでしょ今って、うん、逃げないでその子に向かってごめん折れてしまったんだけど許してもらえるっていうことできないの、言ってごらんって言ったわけ、うん、そしてその子も立ってるさ、折られた子も立ってるさ、かわいそうかわいそうでしょ、かわいそうだけど、それを全力で本当ごめんねみたいな感じで言ってから、うん、いいよって言ってくるわけ。はい、じゃあ握手してって言って握手したわけさ、うん、俺周りで見てた父母が拍手しよった、本当にうわーってうわこの先生すげえみたいなのがいいな、そんな先生がいたら、うん、で俺でじゃあこれはどうにかして俺が直しとくから、うん、どうにかして俺が直しとくから、今からあのホースのチューブを切って海に投げるから取ってこいって言ってる。なるほどね、潜らせて、うん、っていう違う遊びに変えてあげて。あ、怒ったって言っても優しく怒ったんだね、うん、いや、いい、ちゃんと素直な気持ちなんだよっていうことです。俺大前提言っていい、うん、先生これ預かってべ、うん、預からん管理してる自分で壊れたら怖いだろっつって、うん、俺絶対言う、絶対トイレ行く時も話すな、お前だろこれって絶対言う。いや、ゴーグルとか持って先生直してって言って、うん、直すのはいいよ、俺好きだから、うん、だからペンチ持ってこいってペンチ取らせていいから、うん、ギュッギュッギュッうん、やって、はい、持ってきますから、うん、先生、ゴーグル直してみたいな、うん、おー、よよ、ギュッギュッギュッ、ゴーグル直したんとみたいな、なってるわ、うん、3人目で、え、くんなっていう、うん、ゴーグル直したじゃないわよ、俺これ管理人ばってあーなあ、そういうことありましたね。本当に壊れたら持ってこい、うん、自分でディーン買ったら持ってこい、先生やるから、うん、それ以外頼るな、俺に、怒れたら助けるよ、頑張れ、あとは忘れ物すんな。でも実際ね、本当に溺れてるの見ましたかんね。これ見極めつかるのこれ。溺れて真似するさ。あ、
そうね、全部行くけど俺飛び込んでから、うん、これは本当に心配だから、あ本当に、ね、自分の管理してるものが溺れて、子供もちょっとは好きだからやっぱ、うん、溺れてほしくない、でここでもし事件が起きたら大変だ、うん、俺の名前汚れると、うん、全部飛ぶ、うん、ポーンって10メーターぐらい着地で行くみたいな、うん、であるけどやっぱフリーバイはあいつ走ってなんでみたいな、そうなんだよね、いややじな、こんな溺れてる真似しただろみたいな、うん、あ違う違うみたいな、なんかこんな人犬かけしたんだよみたいな、うん、完全に溺れてる真似したんだ、何やんば溺れてる真似って何やんば、やんで何もやることないよ自由時間にやんな、そんなこと、はい、自由だけどやることは溺れる真似すな、なんやば、溺れる真似して誰が喜ぶ、マジでこれ怖いわよアホだな、これが4、5人に入ったら終わり、これマジでアホやんに、なんやばこの一回みんなでプールの時間10時間って言ってから死にもったいなくないこの時間溺れる真似するなんやばそれ、いっぱいいるよ本当に、これ超頭悪いっすね、じゃいなかった、いたでしょ、いた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 、考えたらバカだけど確実にいるわよクラスに一人溺れる真似をなんでかなあれ、俺はあれはめっちゃ嫌だった本当に、うん、怖いくなって、そうだよな、うん、なんやもう溺れる真似のこの自由時間とっても大切な時間、しかも行っても10分ぐらいしかない、みんなで水かけしればいいところ本当に溺れる真似して、溺れる真似ってなんやば考えたら意味わからんなこれな、ありがとうございますね皆さんで、ね、メールとかをくださいね、一旦曲の方いきますか、あそうっすね、もうメールこれ読みます、あもう一回読みましょう、はい、メールアドレスが 761@fmkoza.jp までメールの方よろしくお願いします、はい、お願いします、はい、というわけでですね、もう最初はやっぱりあのモーニング娘。のね、うん、曲が出てましたので、はいはい、はい、それで行ってみましょう、スピッツでロビンソンです、どうぞ
して僕ら今ここで生まれ変わるよ。誰も触れない二人だけの国、終わらない歌ばらまいて、大きな力で空に浮かべたら、うらら宇宙の風に乗る、大きな力で空に浮かべたら、うらら宇宙の風に乗る、トゥナイトファイブ。はい、聴いてもらった曲はですね、スピッツでロビンソンでした。はい、いやこれね、いい歌でしょ。いい歌だね。聴いてもいいですからね。夜中聴いてたら多分テンション上がってますよ。でも眠くならん？いや俺はもう完全に肉食いに行くね。そう、もう今5回くらい役目したけどね眠すぎて。というわけでね、いろいろ話してましたけどね、はいはい、メールとかも読んでいきます。あ、メールあります？はい、ね、ありますね。2つありますから。あ、ほんと？じゃあメールちょっと、確認しますね。あ、こちらですかね。はい、ここ、はい。というわけで、メール来ておりました。はい、松村香織推し光太くん。光太くん、はい、こんばんは。松村香織推し光太です。うん、関係ない話ですが、はい、今日トマリンオーディション新ネタトライアルに行ってきました。あら、昇格はなしで、純粋に新ネタを楽しむライブでした。うん、ツーシームさんが一番受けていたね、コントばっかりやっていたアダージョさんが初の漫才に挑戦したのが印象的でした。早速ですが質問です。少し早いのですが、今まで夏休みの思い出をよろしくお願いします。そうか、もう夏休みだもんな。なんかありました？はい、ブロックします、ブロックしますよこれは。こんなね、もう今優しいような聞き方してましたけど、はいはい、やっぱ本当にアザージョさんが初の漫才に挑戦と、うん、興味がないんだ、はい、ブロックしますよブロッケン G です僕あ、ミニオンくん、ミニオンくんのね、ブロッケン G でございますから。ブロッケン G ね、懐かしいですけど、そうですね、はい、ごめんなさいごめんなさい。夏休みの思い出ですよね。何でしょうか夏休みの思い出。なんかな、
いつって指定してくれたらな、あるけど。あ、俺でもちゃんと夏休みの日にゲームであの僕の夏休みやってたやつ。あれ面白いべ、わかる？分からないです。多分見てる人分かるかな。僕の夏休みっていうゲームがあるんですよ、うん、プレイ2の。自分で作るんですか夏休みを。自社のしよう。虫とかめっちゃ取る場合、うんうんうん、で日記書かれてみたいな、うん、で泳いで魚捕まえるとか、うんうん、釣りして捕まえるとか、うんうんうん、でクワガタ取ったら戦うとかできる場合。待って、いやこれゴールはよ。ゴールない。31日過ごすだけ。やばいだろ、どんなゲームよ。それをいかによく過ごせるかみたいな。なんかそれ、美学があるわけ。美学が。ラムネの蓋のキャップ集めるとかもある、うん、なんか牛乳の瓶の蓋集めるとか、うん、でこの全種類制覇するみたいなのある、一生懸命暇してるやし。そうだよ、ちゃんとやった夏休みに。僕の夏休みを。なるほどね。これですかね、まあ、小学校、中学校かな、中1の最初ぐらいやってたの、うん、サッカー終わって、そうそう、サッカー終わってから、うん、家帰って2時とか3時とかで誰とも遊ぶことなくゲームやってた俺は。いや面白いな。そう、死にゲームあったの俺。で誰のお前めっちゃゲームで。小学校が中2くらいにかけて、うん、ロックマンとやってた。あ、ロックマン懐かしい。ロックマンみたいな。でこんなやつ。バイ・ハンダソン。バイ・ハンダソンみたいな感じでしょ。リーサンスか。本当に思い出ったら夏休みの高校くらいかな。あ、高校ツーリングしたりとか、夏祭りにね、ちょっと全島エーサー行って、懐かしい、金拾いに行くとか、デイジミンのお金落とすからっていうのありましたね、うん、いやでも、あ、俺なんだっけの夏休みのもう、あ、あります、はい、あります。思い出っていうか、もうなんか自分だけの印象なんですけど、これもう全く面白い話とかなんでもないですよ、うんうん、いや全然いいですよ。もう単純なやつですよ。普通に中2の時なんですけど、うん、中2の時に部活でめっちゃ忙しかったんですよね。もう毎日、うんうん、毎日この朝来て、はいはい、あの5キロ走というかグラウンド30周しないといけなかったんですよ。あ、もうこんなん嫌だ。じゃあ前部活途中でやめたから。走るの嫌だもんでしょ、うん、俺めっちゃ朝からやって、みんなもう黒焦げばって焦げてるわけよ、もう朝、うん、じゃあもうあれ朝から焦げてたわけよ、本当に黒人の団体さんからみたいな。マジで嫌だわ、本当に。もう本当に本当に本当にもう全員黒焦げになりながら30周走って、うん、でそっから部活スタート前。あ、終わりじゃないのこれ。終わりじゃないか。朝のこの陸上練習って言葉やばくない？やばいでしょ。きつ。でそっから夏ですよ、うん、でももう水もない。あの、飲みながらね、一応もちろん飲みながら、まあまあ、飲みながらやって、でそっから部活やって、はい、シューティングから始まって、もう3戦4戦とか言ったら3 4 3とか勝負していって、うん、勝負ね、でまた試合まで、でその間ね監督が来たらもう一回3戦から始まるみたいな、デージきつい状態が始まって、でそこで初めて、うん、あのおひなった4時ぐらいに終わるんですよ。あ、じゃあ3時か、3時ぐらいに終わってから、全部がね、うん、中学校のプールが開放されるんですよね。おーおーおお、もうしたたか楽しくて、それがプールがね。でもあんだけ疲れた、部活でね、部活でやって、で中学校の時でっかいビート板が、あ、上に人が乗れるやつ、うんうんうん、あの下に潜ったらちょっと危ないみたいなのがあってでっかいビート板があって、でバスケ部みんなでこのビート板の上に乗ってプレイしたプレイスなら飲まのまいえいのまのまいえいのまのまのまいえいって踊ってた。流行ったそれみんなでちゃんとプレイしたプレイスなみたいな、このプレイしたプレイしたこのしっかり言わんといけんみたいなルールを発音大事にして、のまのまいえいっていうのをやってましたね。流行ったな。流行ってたから、その時電車男がね流行ってて、なんかそういう、ね、っていう思い出も、そうみたいな話、思い出じゃないこれは、うん、ちゃんと、それで思い出でしょ、うんうん、あんなにきつかったのに、あのみんなでプール入ってプレイシャプレイシャノーマノーマいいよもう、いいこれ、何やんばと思って、これ何やんと何だったんかなと思いながら、ね、これ中学校だろ、ん、高校なんかあった、あ、高校の夏休みがね、なんかあんまり記憶にないですよね。一緒にいたんじゃんみんな。いや俺毎日夏休みだったから、高校の時は。俺もだったけど、毎日夏休みのようなイメージがあって、なんかメカル、独居戦のメカルって言ってんし、うん、普天間のやつ、うん、メカルと、うん、あのやっとかと、なんか祭りにナンパしに行くとかあったやつだ。あー、はいはい、あのなんか声かけに行くみたいな。あー、ナンパを覚えた、ヨギちゃん。そうそう、いやみんなね、見てやってたやつ、まあ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 、同級生に声かけに行くみたいな、うん、
で田島のやつにどっから来たのみたいなことから始まって、でなんか海でちょっとおしゃべりしてジュース飲みながらみたいな。今からデジコじゃないし、どう考えても。いやでも分かんないですよ。でもその時からこのメカルトモキ君っていうね、あのめっちゃナンパ師がいたんですよ。まあイケメンのね。イケメンのね。そいつが先陣切って。でアドレスをもらうっていうやつですよね。そうそう。いや考えたら怖い話だよな。怖い話ですよね。見知らぬ男が3人ぐらいで女2人組に声かけに行って、で清高ってやつはひたすら目の前に、あ腹筋してる場合。女の子の前で、だってこれもう好かれたいかどうかが分かる。いやいやからさ、自分の筋肉アピールする場合さ、うん、やばいやんに最近みたいな。これなんやば、なんやば俺。いや俺とね、どんなのが好きなんですかね。なんでしょうね。どんなナンパされたら女の子コロッと落ちるんかな。キュンってくるのかな、うん、これなんかメールでください。これください。うん、女の方いたら、女性の方ね、こういう声かけられたら嬉しいみたいな、ちょっといいなみたいな。うん、でナンパって悪いものではないじゃないですか。まあ、仲良くなりましょうっていう。悪いやつもいるけど、うん、悪いやつもいるんだけど、言ったらお互いにね、なんか楽しそうだったら、あこの人だったら別に遊んでいいかなみたいなのもあるし。そうそう、きっかけだもんね。きっかけですからね。それを女の子に作らすっていうのはなんか失礼やし、うん、そうそうそう、男が先陣切ってやってますっていうだけの話やし。そう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 。もうクリスがね、とっても本当にナンパ、もうナンパ師中のナンパ師で、あいつなあ、アリンクリンのクリス君なんですけど、すごいよな。あの見た目が外人さんなんですよね、うん、でこのであのどこから来たのどこから来たの、かわいいね、うん、なかったら連絡してちょうだい。まあ結局これが早いから結局それが早いからさ。ああ分かった分かった、じゃあ悪い男には気をつけて、あの悪い外人には気をつけて、お前だわっていう一人でやって聞かすっていうのでもこれって絶対にあっちが笑うんですよ。そうだよな、絶対にあっちが笑うから、なんかじゃないけど教えてしまうみたいなのもあるらしいですよ。面白いの、悪い外人には気をつけて、いや俺だよや俺だよや、まだ自分で言ういや俺だよやみたいな、孫みたいなっていうのを俺実際見てますからね。すごいんだクリスは。やっぱすごいっすよ、ナンパしてたもんな、うん、なんかあったもんね、昔高校の時じゃないや、高校卒業して、うん、あいつら美浜で会った時やばかったもんな。やばかったですね、もうマシンガン、アリンクリン素晴らしかった。あ、そうリューターもか、リューターもリューターもマシンガンだったよな。言ったら、クリスクリス、俺の靴が靴流通センターに盗まれる、ちょっと飲みに行かないですかみたいなきっかけ作りがなんかおかしいじゃん。上手だったな。なんか今、いやいやこれ上手じゃないですよ。これで引っかかったら女性アホですよ。ねえ。なんかやってたよな、あの時な。いやいろいろあったんですけどね。こうまあ、まあ夏休みってね、そういう出会いとかもあったと思うんですよ。いっぱい。夏休み。あでも夏休み髪染めましたね。ああ思い出した。夏休みの思い出っていうか。はい、あの一回一回ね、本当に僕たちこう中学校ね厳しくて、はいはい、眉毛剃ったらダメなんですよ。あったな。だけどみんな卒業したら剃りたくなるじゃないですか、うん、いたら時代が終わったらっていうか部活の、うん、時代が終わってもう俺一目散に眉毛を剃ったんですよね、はいはい、一目散に眉毛を剃って、で次の日また夏休みの時だったんですけど、一旦引退して、うん、でも陸上があるから、あ陸上があるからっていうことです、そうね、剃ったらなんか先生が違和感気づいて、うん、あのお前眉やったんかみたいな感じで言われて、うん、で膝まずけさせられてこのスリッポンっていうんですか、なんかまああの履きやすいスリッパ型の靴ですか、はい、それで頭叩かれ続けるっていうのが、うわ膝まずけで眉毛剃っただけで、そう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 、しかも後輩の人前でね、うわっていうのありましたよ。最悪でもあったな、小学校の時眉、うん、あったあった、なんかボボだったもんな、みんな、うん、で言ってなんか、ね、でお前たちみたいなのが高校に受かった、あ高校に受かるわけないと、こんなヤンキーたちがみたいな、うん、もう眉毛ボーボーなヤンキー見たことないけど、うん、ないけど思いながら、だから本当今からの未来も舐めないでいただきたいみたいな、うん、こんなの内心が通るわけでもないしみたいな感じで、うん、めっちゃ言ってたんだけど、で俺いざ茶壇高校の面接受けるさね、うん、ドヤンキーしかいないばって、俺絶対受かるやんバカ誰かや絶対俺受かるやつって、じゃあもう本当ありえなかったんですよ、靴下履いてないぐらいの靴下履いてないぐらいのヤンキーがいて、ほんともうピアス開け、もういったら透明のピアスがもう耳に5列ぐらい続いてるのとかがいて、で眉毛も全然なくて、ちょっと前髪染まってるみたいなヤンキーとかが受けて受かってるんですよ、デジヤンキー。で俺みたいな、もう学ランもしっかり上まで締めて眉毛もペーンって履いてる、かわいいかわいい、部活に入りたいです、絶対受かるやしこれ絶対受かるやしって思いながらよ、なんであんなに今日来た中の先生たち厳しかったなと思う、なんか昭和かなと思ったよな、本当にやってること、本当に
共感、もう本当にこれネタでもあったんですけど、うん、共感スタイルだけどあの威張りを何ばと思うの。挨拶は、挨拶は黙れや。いや偉くないやん、カスいや公務員ばよ。なめんなよやってもらうの本当に。共感性タバコ吸ってからさ、ふんずり返ってたの。ふんずり返ってから氷入れるだけなのにいちいちペコペコしてない。いや氷入れんと死ぬやさにぐらい。きついからこっちは氷入れて、なんでやったらペコペコしないといけん。だしてるばよ。だ挨拶は、いや頭悪いばや。するっかや。するっかや。いや氷入れれます。いやど氷入れる。やったら熱いだろ。お前もうなんか飲めやみたいな。甘いのも飲んでこいみたいなの。とか言ってくれたらこの先生のた、あこの先生いいやつだなみたいになるのに、全部厳しくやって、その厳しくやったのはあのいずれ大人になった時に培ってきたから培ってんよややったの一個も入ってきてんやったの言われたの一個も来てんやったの、ね、話にもならないし、そして感謝とかない振り幅がないから、もう本当にね、ずっと怒られた記憶しかない、ずっと怒られた記憶しかない、怒られた記憶しかない。でもう言ったらもうやら連鎖ですよこれは、うん、あのね多分そいつらも昔怒られてたんですよ。なるほどな。怒られて、怒られたのを自分で変えよう、俺怒られたから次からは怒り方変えてもっと分かりやすくしようみたいなことを思う変換能力がある公務員、本物の公務員だと思う。すごいと思うこれは、すごい公務員なんですよ。だけど上が怒ってからあのそのまま来てるから、もう言ったら一部活と一緒なんですよ、うん、公務員の部活と一緒なんですよ。なるほどね。体育会系のね、こう怒られたから俺も怒ってほしいな事件で、怒ってほしいなったらこの時の怒るってのイライラしてる、うん、そのイライラしたの後輩にぶつける、後輩ももうイライラの連鎖です。もう果てしない、果てしない、果てしない、もう変換しない、スピードが曲作りました、果てしない。いやマジでためにならんかったですか。マジでためにならんかった。感謝のあれも出ないやつか。 でも、まあ、他今のは違うと思うんですけどね、うん、俺なんか中高だけ多分特別、周りはみんなあのいい先生いたって聞くと思う、うん、だ恩師はいるよそれ、おのおの、おのおのいますもんね、うん、俺恩師いないもん。あいないんだ、うん、好きなったやばいなそれ、そう恩師いなかった、怒られたんだろうね、うん、恩師っていう感じでもなかったもんね。高校の最後の人かな俺は。あお前は言ってたもんな、最後の教師はもう恩師と言えるけど、恩師っていうか なんて言うんだろう、もう俺が心を閉ざしてたのかな先生の。好きだったんだけど先生っていう存在っていうか、いや分かるし怒り方えげつらかったもん、うん、なんでかって言うさ、うん、機関バーみたいな、なんかもう入り方も怖いさ、うん、言ったらいかに中学生はいかにどうこの授業をあの何の楽しみ、あもう国語ですよ、国語開いたな、国語でね国語でね遊びたがりさ、遊びたがり、お腹も空いている中学生で、次の時間体育、うん、もうその前の国語って一番意味ないと思ってる。邪魔でしょ。終わってからの国語も邪魔、体育終わってからの国語も邪魔だから、邪魔でしょ。もう絶対に遊びたいさ、うん、絶対に遊びたがりさの時にで、この国語の先生がさ、うん、もう本当にムカついたのがあって、うん、あのたまにね、あの学校のこの言ったら職員室での会議が長引いたってのことで、はいはい、めっちゃなんか押してきたらなんかみんな嬉しいさ、嬉しい、その間ちょっとおしゃべりしたりとか、なんか先生来ないなとか盛り上がるさね、そんなこともなくよ、もう本当に鐘が鳴る前にこの玄関の前で待ってるばってで、時計見なキンコンカンコンでガラガラガラって入ってきたけど、俺本当に靴もうお道具箱にあげようかな思ってますよ。お道具箱、いやまあマジでやばい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 、いや遅れてこい、いやせめて遅れてこい5分で嬉しいのに、もう本当に死にきれいに入ってきよったかな。でそしてなんか先生こういうことがあってね、こうこうこうがありましたっていうあのオープニングトークがあるばってちょっとしたあるよな先生のじゃくだらないオープニングトークあれなんばみんなやるよな、みんなあるさ、その先生も、うん、言ったらこの授業を受けるにあたってみたいな感じで、うん、全然こう何々だったかなっていう感じがありますけど、さ授業に入ろうみたいな感じなのがあるさオープニングトークが綺麗に3分で、うん、でそっからクソ意味のないなんかずっと読んでて、ね、みんなが話聞いてないとか思ったらもうすぐ切れる普通野郎だったばってデジライラしてくれよ普通野郎、うん、もう本当に面白くなくて毎日もう呼吸も止めてたばって、なんだこれみたいな、全然面白くないみたいなごめんなさいね今偏見言っちゃって、本当にそれだけじゃないそれぐらい愚痴が出るくらいだったんで俺らは本当にその北中城中学校が、うん、なんとあの取り壊しなんですよ。
え、はい、うん、嘘、4月10、あ、言ったら、あれ7月17日に、あ、マジで知らんかったこれ、そう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 、今だからプレハブなんですよ、新しくなるみたいで、あ、思い出の母校が7月に、だからその前にね、見に行こうっていう話みんなでねになすりつけたかったという話でございます、はい、まあまあ、というわけで皆さんね、ごめんなさい、うん、一旦 CM 行きましょうね、一旦 CM でーす。トゥナイトファイブ、はい、というわけでね、もうお別れの時間が近づいてきましたけども、その前に一件、はい、メールがありましたので申し訳ないです、いつもありがとうございます、はい、トモリンさんからね、はい、ガンダムヨギさん、ヨギさん、ザックスナガーさん、はい、こんばんは、僕はガンダム好きですよ、本当に、僕はあんまですよ先日近所で吉本お笑いライブが開催されたので行ってきました、はいはい、このお笑いライブでは 出演者の芸人の皆さんの、うん、持ち時間はそれぞれ10分間だったのですが、はいはいはい、そこでお二人に聞きましょう、うん、先駆けのお二人がやりやすい持ち時間は何分くらいですか。7分です。7分ですね。これは漫才とコントではそれぞれ理想とする持ち時間って違いますかねと。ああ、あるんじゃないですか、やっぱり爆笑トークお願いしますということで、漫才7分ぐらいあったら7分ベストつかみとかがあったら、ちょっとお客さんとおしゃべりとかしてね、遊びたいもんね、うん、うん、っていう話がありますね。でもいつもこのおしゃべりだけで一回本当にね、うん、出番で10分もらった時があったんですよ、はいはい、もう砂川流モノマネオンパレードですよ。そういうね、つかみという部分ですかね、お客さん楽しませるおしゃべりとか合わせて7分ぐらい、そうそうそう、みたいなネタがね10分あればいいんですけどね、まあ、3分ネタをやる、そうそう、やりたいがために7分温めるという7分温めるという、めっちゃ怒られましたけど、うん、そうだよね、弁当ならいいけどな弁当だったら弁当なら美味しいよ、幕のうちですから、ね、できるんだけど、だから7分ですかね。そうだね、ベストで、で、まあ、コントも7分だな、だな、うん、なんかいろいろ仕掛けしてっていう感じでね、はい、でその漫才やコントが7分間いろいろね見れていくのが、私たちの単独ライブが8月6日にありますのでね、8月6日に単独ライブあるんですよ、はい、土曜日の、20時ですか、20時ですね、皆さん来やすいですね、来やすいね、うん、でも本当ぜひとも遊びに来てください、ね、お願いします。トモリさんいいメールですね、これありがとうございます、振りやすかった、いいメール、あ、振りやすい、リオのカーニバルっていう単独ライブをやりますので、はいはい、第3回です、皆さんぜひ遊びに来てください、お願いします、はい、というわけでね、その前に、7月29日にはサゴテン団の箱ニューケース10をやりますので、ありますよ、ね、10回目ですよ、もうだいぶなりますね、ね、もう本当いったサゴテンやり始めて20ヶ月が経ちますからね、長いね、22ヶ月ぐらいかな、長いね、もう本当にしますので、皆さんレベルアップしてますので、ぜひとも見てください、はい、お願いします、と思います。で、あとですね、はい、来る金曜日15日には、うちなライブが、うちなライブ
まだありましてね、新しくなりますからね。そう、チケットがまだありますのでね、うん、まだ4枚中4枚余ってます。素晴らしいですよ本当に、はい、買いやすいねこんだけ余ってるのって買いやすいまあね、このようにチケットもね私たち持ってますので、はい、もし、お求めの方いらっしゃいましたらぜひとも、お買い上げください。お願いします。さあということでね、うん、ツイキャスの方見ましょうか。そうですね、最後に、はい、ということで、はい、変わってないということで、変わってないね、アンジュさんが塩素の話をしてると。なるほど、更新はないと。塩素ちゃんでね、塩素ちゃんって、塩素ちゃんってな。はい、ということで、まあまあ、いろいろ学校の話をしてすいません、はい、先生方ね聞いたら本当にすいません、本当申し訳ございません、けどね受けた方が返しません、うん、もう本当に全然全然ね、だからこうならないでくださいよ。そう、今日のラジオを聞いて、うん、先生も学ぶことはあります。そう、先生教えるだけじゃなくて学んでください、こんなこと思ってたんだよっていう、うん、生徒がいるんです、直接直接ここにでも一部の話ですからね。そうですね、うん、100名中の2名ですもん、考えて考えてもらったらいいですよ。ちょっと席次だけで決めないで、うん、そうそう、98名はいいと思ってるかもしれませんからお願いします、ね、はい、というわけで、ね、はい、ツナイト5火曜日に担当の先ほどバーバリアンは頑張りました今日は終わり方や、またね、はい、ありがとう。